はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日なんですが、久しぶりにねマグネットウォーリアーを使っていきましょう。これ最近めちゃくちゃ当たるんですよね、ランク戦で。これ今流行ってるんですかね。なんか強い人が紹介したんですか、わかんないですけどすげえ流行ってるんですよね。でこれ多分なんでか考えた時に、一応新パックでこのゴルゴニックガーディアンっていうこの物干し座を触ってるおじさんがお姉さんかおじさんか知らないけど、が実装されたんでだと思うんですよね。で、私も使っていました。このデッキ非常にやっぱりね、磁石っていうのはね鬱陶しいですね相手ターンにめっちゃ動くんで、めっちゃ鬱陶しいっていうことが分かりました。まあいい意味でね、いい意味で、強いです。はい。でまあギミックそんなにもうなんか説明することはないと思うんだけど、一応電磁石エレクトロマグネットウォーリアーの方で戦っていく感じですね。でアルファ、ベータ、ガンマとマグネットベルセリオンっていう、まあこのモンスターで戦っていくっていう感じですね。であとはもうひたすらに相手ターンでリリースしていったりとかっていう感じなんですけども、これ蘇生具だからなんと6枚入ってまして、マグネットフィールドっていう、カードと強化蘇生っていうカード、この蘇生札をめっちゃ入れてるんで、この6枚のカードでひたすらに盤面にモンスターが並ぶんですよ。だから結構ね、ダイアルフ出していって相手除去したりとか、ゴーストリカルカード出してセットカード除去したりとか、あとゴルゴニックガーディアンでね相手のモンスター除去したりとかっていうこともできるっていう感じですね。これやっぱりね、初手で出すのは多分弱いと思う。いろいろ、意見はあると思うんですけど、やっぱ言うて、例えば、調整具じゃなくても、ガンマとアルファとかが、いた場合、結構、3-3並んで、エクシズしたくなるじゃないですか、ゴルゴニックガーディアン。やっぱりね、磁石ってね、ぼっち肥やし命なんで、初手でエクシズすることはね、あんまり強くないと思う。個人的に。なんで基本的にはガンナーとアルファとか出していったとしても、エクシーズせずにターン返して、で、デルタとかになっといて、破壊されるなりして、で次のターンでエクシーズしていくっていう感じの方が強いかな。次のターンで初めて、マグネットウォーリアーとかマグネットフィールドとかを使って、なんかその蘇散とかを蘇生して、でゴルゴニックガーディアン出してみたいな。でゴルゴニックガーディアンで相手の妨害1枚踏んで、で、ベルセリオン出していくみたいな、そういう方がね多分強いと思うっていう感じなんで、結構ねランク戦だと初手にいきなりエクシーする人いるんですけど、あんまり強くないと思うから、デッキによっては強いっていうのはあるかもしれないけど、基本的にはそのまま返して、で、中盤ですね、中盤でエクシー召喚していくっていうイメージで戦っていくのが僕はいいと思う、個人的には。で防御力ですね。防御札は、強いカードを入れときゃいいんで、月の書とか、あとは蘇生札いっぱい入ってるんでね、天罰とかも入れました。1枚手札も増えますし、こういう札とかあれば。なんで、この辺は強い防御札だったら何でもいいんですけども、サイクロンとか清掃とかは別にエクシーズモンスターで踏んでいけるんで、そんなにいらないかなと思って、普通に防御札でいいと思います、個人的には。で、スキルは傷の力にしてるんですけれども、これも正直何でもいいですね一応なんか鬼丸とか破壊できるかなと思って、マグネットベルセリオンで、鬼丸ってさ効果破壊できないからさ、このゲーム結構難しいんですよ。ゴルゴニックガーディアンでゼロにするかとかでぶん殴るとかしかないんですけども、一応絆の力にしておけば普通に上からぶん殴れるんでっていうことで、ベルセリオンの打点が3000以上になるからっていうことと、あと普通に火球モンスターでキル取れるからっていうことで、入れてます、絆の力にしてますっていう感じです。はい、早速ですね、デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方はオノマトランスですかね。なんかそろそろオノマトランスもまた規制入るでしょうね。もう今環境にオノマトしかいなくなっちゃってる感じがあるので、おそらく、何らかの規制が入るんでしょうね。ちげえわ、なんだ俺 SD ロボモンキー出た。 SD ロボやばい。これもしかしてガラクターアイ作るえ、これもしかしてガラクターアイズファットドラゴンとかやばすぎるモンスター来るんじゃないの俺2回目だわ多分、人生で出されたのこのモンスター。人生で2回目ですこのモンスター出されたのガラクターアイズデッキ笑う。なるほど、モンスターなんだろうな。とりあえずガラクターアイズはね、破壊耐性持ってるんですよね、実質2回。結構強いんですよね。一旦こうですかね。でセット蘇生札若干遅いですけどまあいいでしょうというところで3勝でさあこれで相手の4000パンチはまあ受け流せるんで右か左にね右から右から何かが来てる僕はムーディ勝山さん元気ですかね。はいバトルいいでしょう。はい投げられるもいいでしょう。オッケーでエレクトロウォリアーベータの効果を発動。さあベータの効果によってデッキからマグネットウォリアーデルタを特殊召喚。さあデルタの効果を発動。さあデルタの効果によってですねこれはですね1回ですねガンマーですねで強化してガンマですねはいさあそいつはぶん殴られるのはもう全く問題はなし全く問題はなし OK で強化蘇生発動強化蘇生の効果によってマグネットウォリアーガンマを特殊召喚特殊召喚そしてガンマの効果発動特殊召喚に成功した場合手札からガンマ以外のエレクトロもマグネットウォリアーモンスター特殊召喚でマグネットウォリアーアルファを特殊召喚でアルファ効果発動マグネットウォリアーマグネットベルセリオンも手札に加えていくいいぞ相手ターンに動くぞこれがちょっとだけ磁石が嫌われる要因相手ターンに動きすぎ問題っていうのめちゃくちゃ鬱陶しいですよね。相手ターンにめっちゃ動くっていうあとチェーンもすげえうるせえしこれがね若干ね嫌われるポイントでもありますねガンマーも使ってみましょうかガンマー効果ほいさあガンマーの効果を発動してデルタをめっちゃ出してくるはいほいこれで一応ダイヤループでバックに行くみたいなパターンですねさあ相手の伏せカードは一体何なんでしょうか。月の書もまあありますし結構強いですけどね俺のハンドはいこのターンドロッわあ強いねーめちゃくちゃ強いじゃんとりあえずダイヤウルフで踏みに行きましょうさあダイヤウルフ特殊召喚レベル4のモンスターが2体でダイヤウルフそしてダイヤウルフのモンスター効果発動ダイヤウルフは自身のゲート上の重戦士族か獣族モンスターか鳥獣族モンスターをリリースして選択してそのモンスターと相手のフィールド上のカードを1枚破壊していくというスクラップドラゴンみたいな効果バチコーンダブルサイクロンなるほどマグネットウォーリアーガンマーを召喚そしてマグネットウォーリアーガンマーが存在する場合に、マグネットフィールドを発動マグネットフィールドの効果発動これによって自身のフィールド上にマグネットモンスターが存在する場合墓地からマグネットウォーリアーモンスターを1体特殊召喚できるいけマグネットウォーリアーベータそしてデータ特殊召喚成功し効果発動マグネットウォリアーモンスター1体を手札に加えることができるさあぶん回っているこれが圧倒的マグネットビート圧倒的マグネットムーブやってること最強そしてレベル3のモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚現れろゴーストリックアルカードそしてゴーストリックアルカードのモンスター効果発動オーバーレインを1つ使いこれでいいで相手のセットカードを破壊していくエクシーズリボンやべえかなってななるほどではお待たせしましたレディースエンジェントルメンはいでこれはですねファットドラゴンのしか破壊対戦あるんですよねそれはどうかなはいはいでファットドラゴン効果 SD ロボを素材にしてもう一回出てくるっていう効果があった気がするはいいいです単位じゃないんだよなこのモンスターこのモンスター単位じゃないんですよこのモンスター単位じゃないんですよはいはいこの瞬間はいではいなるほどしつこいなしつこいわしつこいわお前消えろおるおるラストしつこかったキャラクターアイズファットドラゴン対戦ありがとうございましたやっぱねそのね自社家のこの除去能力が相当強いと思う高校は入ってるでっかいのだけちょっとだけめんどくさいさあおいてるかパートデモンさん、もう一人の僕行くぜ、もう一人の僕。さあガンマを召喚、ガンマの効果悪とガンマの効果でベータを特殊召喚、そしてベータのモンスター効果発動、ベータのモンスター効果によってアルファを手札に加えていくぜ。そして俺はカードを1枚セット、ガイアかもしんないな、ガイアの可能性もあるな普通に。これをセット発動するのやめよう。もし万が一ガイアだった場合フィールド魔法割られるんで、アドソンなんで今いらないんであんまり、そうするとあるし多分大丈夫ですねこれは。はい、一応ね、一応相手が闇遊戯さんとサイカの方が強い、まあ、一応これは使っとくしかないな。ですね、こっちか、データ効果、データリリースで強化蘇生チェーン、これが強いですよ非常にね、非常に強い。これで結局サイクロンが実質無駄打ちみたいな感じになるので、はい、でこうですね、はい、でこうですね、でこうですね、はいはいはい、強いですよ非常に強い非常に強い。でこれでアルファも落としといて、ベータでガンマ持っていく。 OK、 よしいいだろう。あとは両方ともリリースできるんで、まあダメージを抑えると一応ですけども、さっきの言い忘れてましたけど、あそうこれこれね、あいや闇遊戯と、表遊戯だった場合は竜騎士へ至る道があるんで、カースト・オブ・ドラゴンでフィールド魔法割られるんですよ。だからまあ、発動しなくてよかったら発動しない方がいいですねっていう、まあ、蘇生で使うんだったら別にいいですけど、なんで相手のモンスターをバウンスできるかなと思って発動するのはやめた方がいいと思います。はい、でカース・オブ・ドラゴンが特殊墓地を振られていく、でガイアオリジン特殊召喚していく、なるほど、これで打点が戻せるか、あーなるほどね。で魔導騎士がイヤコか、墓地のカース・オブ・ドラゴンを特殊召喚できる。はい、でここでね本当割られるんで普通発動しておくとフィールドを、だから発動しない方がいいね。融合してきてガイアだって出てくる。でメインフェーズ終了前にまあ変身しましょう。でガイアはね言うて1ターンに1回しか発動できない効果なんで、カード名で手数でゴリ押せばいけると思います。メインフェーズ終了前リリースしておきましょう。こうしときましょう。でもう1体も変身しておきましょう。これ多分さ1体しか消費できないんですか。一応あれか、効果使ってから、ガイアオリジンで打点戻すと一応2体破壊できるのか。2体破壊される方がめんどくさいかな。まあでも今どっちかって言われてもなんかそのマグネットフィールドもあるし、ガンマアルファ揃ってるんでガルゴニックガーディアンとか出せるんですよね次のターンで。だから割となんか何でもいけるかなっていう感じしますけども、バトルいいだろう。5200にしていく、なるほどですね、はい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 。まあこれは普通にダイヤウルフからいけばダイヤウルフちゃんからいけばいいので、ダイヤウルフちゃん着地させますけどいいですか。いやこれね今ね多分ね相手でもう1体破壊して、でオリジン使ってなんかそのこっちのモンスター1体処理して2体処理した方が一応良かったと思います。一応これだってもう使っちゃったじゃん妨害だから、もうやった方がいい。ガンマー召喚でしょ、ガンマー効果でしょ、でアルファ特殊でしょ、でアルファ効果発動でしょ、でこうでしょ、でまあ2体でエクシー召喚していく。はいはい、ゴルゴニックガーディアン、これがエースモンスター、これが新エースモンスターで、ゴルゴニックガーディアンの効果、オーバーレイユニットを1つ使うと相手のフィールド上のモンスターの攻撃力をゼロにし効果を無効にする。そしてゴルゴニックガーディアンの効果で攻撃がゼロになったモンスターを破壊することができる。はい、これでガイアオリジン死んだ。で、レディースエンジェントルメンしていく、レディースエンジェントルメンしていく。はいはいお願いはいで、はい、あさっきマグネットフィールド発動したらもう1体できたのかもいいや。ではいはい返せないですね相手多分。はい、スロット戻ってきて、対戦ありがとうございました。はい、オリジン効果はいどうぞやっぱり物干し竿ね、強いですね。モンスターショレル非常に強力。悪いが、はい、相手の方、驚異の飛行艇。じっくり炒めて。やべえスキル入ってるじゃん。いくね。ハーエンズ。AOか。あのスキルとAOはめちゃくちゃ相性がいいという話でしょ。さあ、マグネット、エレクトロマグネットウォーリアーベータ召喚効果。いやーこれね、ベータ、ちょっとね、マグネットフィールドがね、こういう時弱いんだよね。一応、デルタと組み合わさせられれば強いけど、なんかマグネットフィールドがそこまでという話もあるんだけど、ただ、先行でデルタと合わさった時めっちゃ強いっていう話もあるから、結構難しい。結構難しいところだ。こうしていって、スタートしますか。でバトルフェーズ、魔法なんでね、もう即座に後攻1ターン目、先行1ターン目で打てるんで、それはすごい強いんですけど、ただこういう反動の時は強化してるのがいいんですよ。ちょっと難しいですよね、この辺が。あと1人決勝なんです。決勝とかでもブリンセス、はブリンセスなことあのね、その魔法カードでの蘇生とトラップカードの蘇生は結構難しいですね、採用は。なんかマグネットフィールド2枚くらいで一度の結集をもうちょっと入れるとかもあるやと思うんですけど、構築によってはマグネットフィールド1枚とかいう人もいますよね。多分そういうことなんでしょうね。相手ターンに動くことができないからマグネットフィールド弱いっていうことなんです。ダイヤウルフ、なるほど。ダイヤウルフめんどくさいね。ダイヤウルフはめんどくさいね。ダイヤウルフ、はい、まあでもどれでもいいよ、どっちでもいい正直。はい、ワイゼルインフィニティ出てくるの。ワイゼロインフィニティ出てくる、これ。はい、力を貸して。はい、でデルタ効果発動読書化に成功した場合、自分出てきたワイゼルインフィニティ。シンクロモンスターいないんで、こっち魔法止められるのもそんなに痛くないですね。別に別に大丈夫です。特に召喚部分別にいいです。っていうかこれ持ってくるものガンナーじゃなかったな、さっき。普通にここベータを落とす、ガンナーを落とすから、ここ普通にベータがあればいいです、ね、ベータかアルファでいい、終わった、はい、えっ高額迷彩山、あちょ落ち着こう、ちょ落ち着こう、いったいった落ち着こう、嘘だろ。